教育業界も右肩上がりです。はい、こんにちは、ハチノです。今回はね、早稲田アカデミーから株主優待が届いたので開封していきます。はい。で、封筒の中ですね、まず、ですね、配当金、振り込み先、ご確認、まあ、これはいいとして、まずはこれですね、配当金が1000円出てます、ね、私もともと100株持っていたんですけれども、株式分割がね行われて200株に増えてますと。で、1株当たり5円なので200株で1000円という感じですね。もともとね、こちらの株1000円くらいで確か買ったと思うんで、ね、10万円くらいで、はい、買える株です。はい、あ、なんか入ってますね。こちらが、読んでみましょう。株主の皆様へ、背景、株主の皆様にはますますご清聴のことと、拝察申し上げます。平素より格別のご厚愛を賜りまして厚く御礼申し上げます。さて、この度中間報告書のご送付に際し、今期新たに設けた当社グループで使用できる株主優待券を単元株以上の株式を保有されている株主の皆様に同封いたしました。株主の皆様の日頃からのご支援への感謝の意を込めて、当社の、事業活動や教育サービスをよりご理解いただくためにもお送りしています。株主様ご本人、また家族はもちろん、ご親戚、親しいご友人など含めて利用可能なものです。ぜひご活用ください。またすべての株主の皆様に長年親しんでいただいた当社のマスコットですが、今秋から生まれ変わりました。デミーと名付けた新しいマスコットのシールを同封させていただきました。1月23日までの期間限定配信の LINE スタンプのご案内も掲載しております。ぜひご覧くださいということでね。はい。で、入っていたのがまずこれですね。中間報告書と、あとは株主優待券、これですね。で、1万円ということで、中がですね、はい、こんな感じですね。早稲田アカデミーで使える5000円分の株主優待券、はい、これが私は2枚、ね、入ってました。1万円分ということでですね。あとはね、これですね、これがあの 新マスコットキャラクターのデミーですね。クマちゃんのね、かわいいですね。このシールはうちの子喜びますね。あ、なんか後ろにプロフィールが書いてありますよ。ワセアカの生、机で眠ってしまった受験生の背中に毛布をかけたり、不安を食べてくれたりする、受験シーズンが終わるとほっとして春は眠たくなってしまうとね。カナダ生まれ、日本育ちだ。はい、性格はマイペースな性格、穏やかで優しいが実は熱いハートを胸に秘めている世話好きな一面もということでね。はい、デミちゃんですね。はい。でですね、今回ですね、早稲田アカデミーはもともとね、クオカード一つだったんですよ。これか。はい、早稲田アカデミーはですね、もともとね、あのクオカードだけだったんですけれどもね、今年今第2四半期より、制度を拡充、新たに株主優待券贈呈へということでですね、こちらですね、今期新設ということで、優待券追加されました。でね、まあ通常は5000円、3年未満は5000円で、3年以上保有していると1万円ということでね、私は長期保有なので1万円いただきましたね、いうことでですね。まあ何に使おうかな。多分でも、早稲田アカデミーって、小中高生向けのね、塾なので、どうなんですかね、使えるのがあるかどうかということでね。はい。はい、ということでね、早稲田アカデミー、株価の方から見ていきましょうね。まず今、963円ということでね。で、ちょっと上がりつつあって、月
月でも、ちょっと上がってるか。1年だと、1回下がってまた上がってるって感じですかね。はい。5年スパン、最大スパンで見ると、ポーンって上がって、ぐーって下がって、まあそうですね。この辺うろうろして、ちょっと今上がりつつあるんですかね。はい。という感じで、で、こちら、早稲田アカデミーのね、ホームページの方に、ここで、ね、その財務ハイライトっていうところにね、売上高とか、もうすぐ見れるようになってて、これは結構便利ですねっていうのと、ね、右肩上がりで来てるんですよね。で、2019年3月度は一気にボーンと上がって、ね、利益も、ね、純利益も上がってるということで、かなりいいですね。いいですね。はい。で、株主優待なんですけれども、ね、これが今期より、ね、2020年3月期より新設ということで、今回、これをね、1万円分いただきましたと。で、対象となる当社のグループのブランドっていうことでね、まあ、いろいろ、ブランドがあるんで、まあ、この辺でなんか使えるかななんて、思って、こちらがね、早稲田グループ、アカデミーグループということでね、見ていくんですけど、ね、結構高校生とかね、まあ小中高生ですね、小中高生、ね、はい、小中高生、ね、ということで、中学、中学、小学、ね、これも高校受験のための、ね、ということで、ないですね、はい。私は社会人向けの、ね、サービスはなくて、で、うちの子5歳と2歳なんで、まあ幼稚園児向けのサービスもないということで、ちょっとね、株主優待券出番なしということなんですけれども、小学校からね、使えるっていうことで、あと2年待てばね、使えるのかなと、いう感じですかね。ただちょっと塾通わせるかどうかっていうのはまた別の話なので、まあね、そうですね。まあ、どうなんでしょうって感じですね。まあ、それ以外にもね、クオカードもらえるので、まあ、いいかなということでですね。あ、そうですかって感じ。これですね。クオカードが、まあ、1000円もらえるんですけど、あ、でも3年以上保有だから2000円もらえますね。はい。ということでね、まあ、クオカードもらって、まあ、優待券はちょっとね、2年くらいは使う。余地がないので、まあ、どうしようかなって感じですけれども。はい。こういう感じでね、ちょっとね、この、右肩上がりっていうところね、早稲田アカデミー、塾でね、今人、子供ね、減ってるんですけれども、まあ、塾にね、かける費用は上がってるのか、まあ、結構早稲田アカデミー、いろいろ吸収合併ね、いろんな塾と吸収合併して大きくなってるっていうのもあるので、まあ、これからもね、頑張ってほしいと思います。はい、期待しています。今回も動画をご視聴いただきありがとうございました。株や不動産、副業、節税といったマルチインカムサラリーマンとしてのお得な情報を発信していますので、こちらをクリックしてください。